道のりを手と手をハプネータのインターネット TV 始まるよ。はい、ということでアップデート第25回やってまいりました。すごい、先々週からやってます、はい、1週間に1人ずつ歌う企画、はい、でもね、一応1週目がシュンタが 85.170、 2週目のユウ、先週が 86.229 で、今のところ暫定1位ユウ、はい、暫定2位、うん、シュンタです、うん、はい、予想がユウ、が3位、はい、シュンタが2位で、こうちゃんも2位、岡田が3位予想ですね、はい、当たれば1000です。そういう企画をやっております。3週前から予想変えたくなってきましたねダメですよこれは予想変えたくなってきますね、さあ、それではコウちゃん歌いましょう。はい、いやコウちゃんは2位狙いだから、2位狙いだからこれはユウとシュンどうするんですかね。これユウよりは上に行くと危険ですよ。ユウより上に行ったら岡田がさらに上に行かなきゃいけなくなりますから。そうですこの中で岡田が1位ってことになっちゃいます。その可能性は何に等しいと考えてください、うん、ってことでも、そうなるとシュンでもシュンタより下に行っちゃっちゃうともう3位だから。そうですよ、こうちゃんが行くためにはやっぱユウとシュンタの間を狙うしかない。いやでもそうじゃないですか、それそうなったらユウくんの可能性もほとんどなくなるんで、うん、いやでもそのね、86点と85点の間っていうのが一番難しいよ。どうしよう、困ったな。別にこれね、関係ないと思うさ。え、急にどうしたの、この週になって、うん、3週目にだってさ、うん、俺全くリズムとか音程違ったの分かった。うん、俺自分でもあれってなったもん。おなんだ、言い訳か。でもそれぐらいのなんか全然分かんない感じで歌ったら85、86あたりで行くってことでしょ。うん、でも1位になっちゃっていいのかな、じゃあ本気で歌って。いや、いいけど1000円は手に入らない。なってみろよじゃあとりあえず1位目指した方がいいのかな、やっぱり味わってみろ。これが、さあ、こうちゃん、曲決まりました。88点だって、14点くらいだった時のはぁはぁはぁ、曲、うん、エグザイルで。あら、マジで曲はシュンタにね、触発されてあげよう。んキスユーで。おー、行きましょう。確かに歌いやすいんだよ。あれ、こんなんだっけ、前言ってたやつや。はぁはぁ、抱きしめたらキスをしよう。君がいればそれだけで永遠さえきっとあると信じられる。君に会うために生きてきたなんて少し大げさな言葉でさえ言えてしまうような、生きられるようなそんな気持ちになれるよ。ありふれてたはずの世界にいつの間にか君がいたんだ。無邪気な笑顔包まれてたんだ。抱きしめたらキスをしよう。昨日までの全てを何もかも許せるとどこか嫌るよ。君と僕のキスをしよう。1位かね、緊張した、すげえすげえ嫌だ何点だと思いますか。89点。お、1位狙えとりあえずは頼む、頼む。1位になったらまずいのか。1位になったらまずいじゃん。岡田くんがでも簡単なやつだから、低い点数で1だったんじゃないか。低い点数で1だった。でも一番いいかもしれない。低い点数だけど1位。86.90。超えれなくはないから、岡田くんがすごくいい位置に行きました。だから僕とコウさんがもらえる。そうです。だから岡田は超えればいい。でも岡田はでも2位狙いだから
このあ、僕3位。あ、そうか、3位狙いだから優と俊太の間を狙わなきゃいけないんです。一番狙いにくいところです、ね、俺もうなくなったんだよ。俊太ないね。え、俊太ないんだっけ。2位か。あ、でここの時点で俊太は、はい、俊太のせいはなくなりました。あとでもこの3人はまだ可能性あります。そう、岡田が1位なら2人1000円、はい、岡田がここで、2位でも優が1000円です。お、うん、で優と俊太の間に入り込めば岡田が1000円です。なるほど、気分いいですね。とこう3位でしょって言って俊太が結構勝ち目に行って、うん、僕は勝ち目に、いやまあ下らへん狙えればいいかな、うん、思ってて、まさかの点数だったんで、ちょっと気分はいいっすね。でもまあ、まあ、気分はいいっちゃうけど、まだ1000もらってないからね。これで来週の勝負次第だ。そうですよ、来週ではね、もらわなかったら気分どうせ悪くなるんだから、またそうだよね、どうせまたへこむんだから。いらねえ、いらねえっつって。やろうが、ね、そんなわけで、あ、どうぞどうぞ。でも岡田くんが、なんかスマップとか、なんか簡単そうなやつ、うん、歌ってくれれば、うん、みんなもらえる。いや、岡田もらえねえ、岡田もらえねえ。今ごまかしたけど、うち騙されたわ、一瞬。あ、そうか、俺が含まれてないですね。俺が含まれてない、みんなで。まあそんな話でね、はい、まあでもな、ね、長く続いてたこのカラオケショーもついに来週が最終回で、はい、早いものでね、4週目に突入しますけども、ついに来週結果が分かるんで、ぜひ、はい、あの来週も見ていただきましょう、はい、まずじゃあ以上、第25回、はい、インターネットテレビでした。ありがとうございました。